オットー・ライニガーはドイツの画家である印象派のスタイルの風景画を描いた。ヘルマン・プロイヤーやグスタフ・シェーン・レーバーと共にシュバービッセン印象派と呼ばれるドイツ南西部のシュバーベン地域で活動したドイツにおける印象派のグループを代表する画家であるシュトゥットガルトで生まれた。シュトゥットガルトの美術学校でヤコブ・グルネンバルトやアルベルト・カッピスに学んだ後、 1883年にミュンヘン美術院に移り、ヨーゼフ・ベングラインの指導を受けた。同じ年にイタリアに移り修行して、1888年にシュトゥットガルトに戻った。1883年にシュトゥットガルトの美術学校の教授、クラウディウス・シュラウドルフの娘と結婚している。シュトゥットガルトの美術収集家、コーニク・ファクゼンフェルト男爵の支援を受けた。 印象派のスタイルで主に風景画を描いた。1900年にシュトゥットガルトの美術学校の教授に任命されたが学生を教えることはなかった。ミュンヘン分離派のメンバーに加わった。1904年に火事でシュトゥットガルトのスタジオで多くの作品が失われた後、1906年にシュトゥットガルトに近いワイラム豆腐の町のターヘ変湖のほとりに屋敷を建てて活動した。 ありがとうございます。